ハルディマンドはカナダのオンタリオ州南西部に位置する地方行政区の一つ。ナイアガラ半島に位置し、エリー湖の北岸と接している。軍の名称が残っているが、行政レベルは軍ではなく単一総自治体であり、市の中でもトロント、ハミルトンなどと同じく強い行政系を持っている。行政府の市長者はカユガにある。市内の多くは農業地であるが、 中科学工業地帯を合わせ持ち、州内最大の火力発電所である、ナンティコック発電所がここにある。ハルディマンドの歴史は隣接するノーフォーク軍と多くの関連があり、1800年、ノーフォーク軍より分離する形で軍として設立されたことに始まる。ハルディマンドの地名は、ケベック州の統治者であったフレデリック・ハルディマンドの名に由来する。1974年に、 ハルディマンドノーフォーク地域として再統合されたが2001年に再び分割された。それぞれが歴史的な名称を受け継いで軍という名称を残したままの形になっているが行政は単一総自治体へ格上げされた。2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツー・ハルデモンド2008年5月13日閲覧ありがとうございます。